同志社大学同志社大学政策学部臨講館同志社大学政策学部は同志社大学に設置される政策学部である。同志社大学政策学部は2004年に新たに設立された学部であり、学科としては政策学科の1学科のみが置かれている。入学定員420人。現代社会は複雑、多様になるとともに、グローバル化が急速に進展しているため、そこで発生する問題にも、旧来のアプローチでは解決困難なものが多くなってきている。このような時代に、政府部門、民間部門を問わず必要とされているのは、状況を的確に把握しそこにある問題を見つけ出す力、すなわち高い問題発見能力。これが備わっていないと、課題を与えられなければ何も行動できないことになり、問題解決に対して常に受動的にしか関わることができなくなる。問題解決のために採用される人々の知識、情報と活動の体系を政策と考え、問題発見からその解決に至るプロセスを政策過程として捉える。つまり、国や自治体はもちろん、企業や NPO なども問題解決のために政策を作り、実行していると考えることができる。この政策をキーワードにこれに関連する知識、理論、手法の基礎を体系的に学び、実践的なトレーニングを行う。そこで第一に基本となる社会、政治、経済における諸現象を客観的かつ合理的に把握し整理できる概念や理論を身につけられること。第二に社会において生み出される様々な問題解決策の企画、実施の際に必要となる知識や技術の基本を身につけることを目指している。これらの知識や手法を身につけ、問題発見能力と問題解決能力を養成することが大きな目的となる。従来の伝統的学部の大半が学問の体系を基礎に教育課程を編成していたのに対して、政策学部は社会における実体的な政策を基礎に学部の教育体系を組み立てている。しかし、いわゆる実学を重視するのではなく、まず社会を科学的に眺めて、そこにある問題を見つけ出せるようにするための基礎的トレーニングを徹底して行い、その上に政策の企画、立案、実施、評価活動と、それらの活動を担う組織やネットワークを編成したり、管理、運営したりする際に必要な知識や技術を積み上げるようにしている。つまり、時流に乗った特定の知識や技術を身につけただけの即戦力として珍重されるような人材を養成するのではなく、基礎能力や潜在能力の向上に重点を置き、しっかりと身につけた基礎の上に、どのような状況に置かれても問題解決の中心となって的確かつ柔軟に、対応できる人材を養成するカリキュラムを設定している。具体的には、一社会の諸現象を社会科学的に見る目を養いながら学ぶことの意義や楽しさを理解するための導入科目、二社会での問題解決プロセスで必要となる基礎理論や基本的手法を習得するための基礎理論習得科目、3より高度で実践的な問題解決活動に積極的に関わるために必要となる政策に関連した理論を習得し、学部で学んだ理論や手法を社会の諸問題と関連づけて理解し応用することを学ぶ展開科目を4年間にわたって段階的、体系的に学べるように編成している。基礎能力養成科目には、ファーストイヤーエクスペリメント、コミュニケーションメソッドインジャパニーズ、アカデミックメソッド、コミュニケーションメソッドインイングリッシュ、セカンドイヤーオリエンテーションがあり、選択科目は、政治、行政学、法学、経済学、組織論の4つに分類されている。AB 大学の遠隔同志社大学同志社、大学経済学部 ABC2019 年度、入学試験の種類及び、入学定員同志社大学。ありがとうございます。